ビジネスフラッシュ。今回はプロミュージシャンから不動産投資のスペシャリストへ転身を遂げた OM パートナーズ株式会社の代表取締役社長三木博之が登場。さらに猫背矯正のプロフェッショナルとして全国の施術家セラピストの育成にも力を入れている一般社団法人日本施術マイスター養成協会代表理事小林敦史を紹介。ぜひお見逃しなく。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。元気です。はい、さあ、いきますよ。強引。どんなイメージがありますか、お二人は。強引。どうしたらいきなり。強引に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 なんかガッていくとか。そうそうそう。サッカーだったら強引に突破するとかっていう。ミシェルさんのプレースタイルは。僕はカレーだから。カレーだから。カレーの方じゃないです。どういうイメージある？強引の。強引。まあ、嫌いではない。好きかな。はい。あ、本当。ぐいぐい引っ張ってくれる人が好き。意味の、はい。あ、そういういろんな意味の強引好きです。じゃあその話は後でゆっくりお伺いするとしまして、はいはいはい、今回最初にご紹介するのはプロのミュージシャンから一転不動産投資のスペシャリストを生み出す企業ナンバーワンを目指すこちらの企業様です。あなたは自分へのご褒美何かしていますか？前から欲しかったものを買ったり、美味しいものを食べたり、頑張った自分への投資は今後の人生を歩んでいく上での活力としてとても重要なことだ。そんな中、不動産投資はこれまで辛いことがあっても仕事を頑張り、多くの収入や人脈などを得て、その業界、自分が所属する会社で成功した自分へのご褒美だと声を大にし、お客様ではなくパートナーとしてその人の今後の人生を有意義なものにしようと奮闘する熱き思いを持った男がここにいる。 OM パートナーズ株式会社代表取締役社長三木博之。三木が代表を務める OM パートナーズは北は北海道、南は九州熊本まで全国の居住用一等収益不動産を買い取り、新たにデザインやリフォームをし不動産投資を行うお客様、パートナーに引き渡している。さらにその住宅マンションに実際に住む人たちも自ら探し満室の状態でパートナーに渡すという、不動産投資を行う人の負担を減らし本業の仕事に専念できるようにと全面的なサポートを行っているのだ。そんな OM パートナーズの代表を務める三木は元プロのミュージシャン。幼少期から培った分析力とプロミュージシャン時代に会場に来てくれた観客へ何か胸に残るものを提供するという経験が現在会社の経営、パートナーとの関係づくりの根源となっているようだ。OM パートナーズさんって名前の由来は何なんですか？名前の由来ですか、うん、O は、まあ、その旧態から来たんですね、はい、だから自分の中でこう商売をするときにどこの側面から見ても変わらないような仕事をしたいなっていう意味でまずその、O にしたんです、うん、またあとその自分が音楽やってたんで、うん、ボーンあーとかイーとかウーとかエーとかオーとかありますよね、はい、で AM にしたらなんかこうコンビニみたいだし IM にしたらおかしいしUM ってちょっとボーンがしなんだ時に残ったのが O だったんですよね
どこから見ても姿形が変わらないと。不動産ってまあ世の中で一番高いあの買い物ですから、そういうなんか安心して取引していただきたいと。どこから見ても弊社のが扱っているものっていうのは姿形が変わりませんよっていう意味で O にしたんですよね。はあ、素晴らしい、なんていうのかな、ユーモアとは言わないけども素晴らしいですね、そういう感性ですね。もともとそのミュージシャンやった時にアルバム出すじゃないですか。でアルバムごとにコンセプトを決めるんですよね。だから自分の中であのビジネス展開してる時にロゴとかそういうステージによって、要はその例えば10曲15曲入りの CD を作る時にまずタイトルつけますよね、それと同じなんですよね。ああ、なるほど。そういう感覚ですね、僕の中で言うと。もともとはミュージシャンでいらっしゃるんですか。20代の時に、こうずっと音楽をしてて、その時に要は僕がその曲を作って、メロディーを作って、歌詞を作って、それをまあ日本全国あのこうツアーライブっていうことをライブを通じて皆さんに提案してたもの、それによってこうなんかこうなんか勇気を、ね、あの与えたりとか、なんか皆さん元気になるじゃないですか、そのものが、その音楽がただ不動産っていう要はあの 無機物目に見えるものに変わっただけなんですよ。僕の中で、はい、それは努力が人の10倍ぐらい努力しましたね。ほらここなんだ、できるんだ、純粋でストレートだからやるときはやるんですよね。なんか決まったレールをはなんか乗ることがすごくこう嫌で、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、高校私立だったんですけど、帽子かぶって先生挨拶しなくて、2回しなかったら社内の推薦が受けれないんですよね。しまし書かれて、そういう世界、ね、で先生に呼ばれた時に言われたんですよね。別にね、君ねって、君がいようが今は関係ない、義務教育じゃないからと、君の親から寄付金もらってるし、辞めるのも結構、ただ僕のね出世はどれだけ偏差値のいい大学に入るかが、僕の出世が決まってるか、僕の足引っ張るの辞めてくれって言われたんですよね。もう授業払ってるからと。その時思いましたね、あやっぱり あの金八先生だからいいなと思ったんですよ、でもう必死で勉強したんですよね。で1200人ぐらいいる学校で僕、学年、組で、1番で学年で20番ぐらい入ったんですね。先生手のひらコロッて書いて、お前すごいよと、今までの教室生活の中で君一番だよって、東大行けないかもしれないけどそれすぐ行けるって言われた瞬間に、あやっぱりあの人ってやっぱり商品として見られてんだなって、商品価値として見られてんだと思って、だから一応、ね、10段階10もらうためにニコニコしてたけど、この人の言ってること全部一切聞かなかったですね。なるほどね、はい、それがその気持ちが持てたっていうのは大きいね、普段は普通はそうじゃないですよね。それに従ってただこうやって動いてるだけじゃないですか。なんか道なき道を行くからそこに活路があるのであって、人の風下に立って、その先頭行ってる人が風を受けるわけですよね、風を受けていろんな障害物にぶつかるけれども、例えば太陽が照って目の砂漠で歩いてる時に目の前にオアシスがあったら一番真っ先に水飲みますよね、でも2番目に飲んだらその人が飲み干すかもしれないじゃないですか。だからあのリスクとメリットで共存しててどっちの人生がいいかってなった時に、人が目の前にいて自分の道をなんかはばかわれるのが一番嫌だったんですよね、そっちにリスクをすごい感じたんで、もう最初から音楽の道行ったんですよね。はい、ご両親は大変だったでしょうね。めちゃめちゃ反対しましたね。でもいい。反対どころの騒ぎじゃないですよね。だって、まあ、亡くなっておじいちゃんおばあちゃんいて、うち孫ですごい可愛がられましたから、もうびっくりしましたよね。でも東京上京し家で増税で出ていって半年後にプロになって髪の毛真っ赤かで帰っていましたけど、ポスターバッて見せた時にちょっと髪の毛が引いてましたけど喜んでましたけどね。今のその美希さんの考えを構築する一つのブロックとなっている音楽があると思うんですけど、せっかくなので一曲聴かせてくれないですか。すごい下手になりましたけどね。いや弾けるかな。初めてですよ。まあね、素晴らしい。未経験の業界に足を踏み入れ、たゆまぬ努力と強い信念で現在 OM パートナーズの代表を務めるミキだが、パートナーとの接し方、選び方にも大事にしているポイントがあるようだ。約束ごとを3つ守れる人しか、その提案は絶対にしないんですよ、僕は。
決めてるんで、うん、はい、約束事と3つ、はいはい、それは伺ってもよろしいですか。1つ目は、はい、あの買った瞬間に利益が出てくるわけですね、うん、その買った利益に手をつけない、ま、絶対つけないと。で2番目、儲かるってことはその裏返しで絶対に、儲からないリスクもあると。そこに備えるために1番貯めておくと。で 3番、で3番目、溜まっていくわけですよ、うん、億単位の資産形成だから何千万って、うん、でこれをね、例えば二次投資、例えば今株価今下がってるから、原油下がってるからちょっと1バレルが30ドル割っちゃったからバンって入れるとか、それしたら僕はあの円切るって言ってますからね、絶対失敗する元なんで、よく書くなって言ってるんですよね。うん、不動産で得た金は不動産のために貯金してくれと、うん、で今まで通り質素に生活していって、自分が今40歳とするならば、うん、60歳まで手付かずでやって、60歳の時に、初めてその蓋を開けなさいと。それがあなたにあの20年前に僕から送ったギフだと思ってくれって言って、分かりましたっていうお客様のしか売らないですね。不動産っていうのはその人が私に会うまでに自分が いる世界で頑張った結果、自分が得られるギフトなんですよね、うん、不動産投資はギフトだと思ってるんで、うん、あ、引きつける ね、うん、あの本当にね、僕強引なんですよ。いやもう、うん、強引っていうかストレートなんですよね。強引って言葉が好きなんですよね。強引っていう方が強くていいのかな、うん、強引じゃないとダメなんですよね、うん、あの人に対して圧迫するって壁のってあるじゃないですか。 あれって人を追いやるんで、うん、要は窮鼠猫を噛むじゃないけど、うん、絶対反発するんですよ。強引っていうのは自分の世界があって、うん、こっちに引っ張り込むんですよ、うん、でその引っ張り、うん、そう、ゴーウィング、うん、ゴーウィングなんですね、うん、ゴーウィングプレイスですね、うん、ってことは来るか来ないか、そちら側のお客様側のジャッジなんですよ、うん、だから強引じゃないといけないんですよ、うん、でプレイ、こういう、ネゴシエーションっていうのは最終的に理屈じゃなくてハートの強いやつが勝つんですよね、うん、だからいつもハートは鍛えなきゃいけないで筋トレもしてるんですけどいや純粋なのよ本当にね、うん、今お話を伺っててもね、はい、そこに自分の人間味がもう素晴らしく出てきてるから、うん、そういう形で仕事をされるんだろうなってこのまんまで仕事行くだろうなっていう。だからお客様に提案してるあの案件っていうのは全て自分が全部買ってますもん。一回買ってるんですか。全部買ってます、うん、個人でサラリーマンの時に、うん、もっと、年収が1000何百万ぐらいしかない時買ってますもん、うんうん、何千万のものか3億4億のもの全部買ってますもん、うん、で売れるのかって売ったこともあるし、個人でですよ。だから全部お客様に対して事業化して、あの要はそういう企画にして落とし込んでる、まあ、全部自分が体感したことしかやらないですよね、うん、だからそこが多分他社とさんの違いだと思うんですね、うん、だから男だったらやらなくて後悔した、やっちゃって後悔した方がいいと思うんですよね、うん、最悪破産なんで、破産したって別に 人を殺めることじゃないからいいと思うんですよね、うん、果敢にね、社会貢献するために自分を自己投影して自分を、なんて言ったんですか、自分の夢を追っかけるために何かやっていって、うん、最悪失敗したとしてもそれはいいことだと思うんですよね、うん、何もせずにね、家の中でガタガタ震えているよりマシだと思うんですよね、うん、僕はそういう考えなんで。プロのミュージシャン時代は観客へ胸に残るメッセージを届け、現在は OM パートナーズの代表として不動産投資を行う多くのパートナーをサポートし、ギフト、ご褒美を送り続ける三木ひろゆき。そんな男が掲げる今後の展望とは。自分が成功したかったらやっぱり他人の成功を応援することだと思うんですよね。結局、一番最後に回ってこなきゃいけないと思うんですよね。世の中ってそういうものじゃないのかなって生意気ですけれども、自分はそういうふうに思いますね。いやー本当に素晴らしい、うん、そのもう生き様がそのまんまその今の仕事にね、うん、成り立ってるんですよね。これがまた説得力はぐぐっときますね、はい、自分はあれですよ、すみません、挫折しかしたことないです、うん、失敗したことしかしたことないですよね。でもそのなんで今ここにいるかというと、ものすごい諦め悪いんですね。ああ絶対諦めないんですね、うん、だからいつも自分のうまい思った通りいかない、いつもいつもいつも自分が思ってる7割しかいかない。でもそこで普通やめるじゃないですか。僕は 100% までやるんですよ、うん、その繰り返しなんで、皆さんからすると結構なんかあのこうお褒めの言葉いただきますけれど、僕は挫折だらけの人生で、その中でこうなんていう、一個一個もうもがき上がれてちょっとずつステージを上げてるだけなので、
みんないっぱいいろんなことを経験して失敗して、そこでへこむんじゃなくて、よし前に一歩足を前に進めていけば皆さん成功すると思います。その資産形成という部分で微力ながら応援パートナーズが応援できたらいいと思います。そういう人間的な応援も含めてですね、いや今後のますますの発展を期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやそうなんだよね、うん、私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする。エストラボ。仕事や運動で体に疲労がたまり、ついには体が悲鳴を上げ、マッサージ店や整体院に行く人も多いだろう。ただ決して安くはない金額を支払ったにもかかわらず疲れが取れない、次の日さらに悪化したなど、時代とともにマッサージやサロンの店舗が増えている中、実際に施術を行う施術家、セラピストの技術にばらつきがあるのが通例だ。しかしそんな現状に警鐘を鳴らし、本物の技術を持つ施術家、セラピスト、真の施術マイスターを育成すべく立ち上がり、現在セミナーや講習で自らの技術や経験を施術家に提供し、業界を牽引する男がここにいる。一般社団法人日本施術マイスター養成協会代表理事、小林敦史。小林が代表を務める日本施術マイスター養成協会では、真の施術マイスターを育成すべく、現在おろそかにされている体に触れた時の刺激、さらにコミュニケーション、カウンセリングの重要性を説き、過去300回以上のセミナーや講習、施術家向け DVD の監修制作など、人材の育成、業界の発展に力を注いでいる。そして小林自身最も得意とし、業界の第一人者として行っているのが猫背矯正。子供から大人まで多くの人が悩んでいる猫背だが、今回はその危険性から解消法まで小林敦史に詳しく話を聞いた。そもそも姿勢悪くなると、大抵よくみんなスマホでこうなるっていうイメージってあるかもしれませんが、はい、一番本当にまずいのはですね、多分こういう姿勢なんですよ。首が前に出ちゃう。そうですね、首が前に出ちゃう姿勢で、ちょっと今こう模型用意したんですけど、はい、この模型の一番頭の一番上の骨、これがですね、これ頭後頭骨という骨なんですけど、本来こういうふうについてなくちゃいけない、はい、後ろから見るとこうですね、こうついてなくちゃいけないのが中に入ってきちゃって、こう中に入ってきちゃうんです。この頭の部分が、はい、こう入り込んで、こう入り込んじゃうイメージですね。わかりやすい、いますよね、こうやって口開いてる人、はい、で集中力なんか消えちゃって、なんかぼーっとしてるようなイメージですよ、はい、あの影響ってすごい大きいと思うんですね。したらやっぱり切れやすくなったりとか、うん、そういう子供って最近多いんですけど、それは生活習慣の様子もあります、ね、はい、生活習慣とかそういうところからいろいろね、大人になりゃそうだけど、子供がもう実際にそうなってる、はいはい、そうです。猫背かどうかってどうやったら分かるんですか、うん、あ、猫背かどうかですね、うん、これ一般的に例えば、うん、猫背って検索すると、はい、多分こんなのが出てくると思うんです、うん、背中の要は丸まってる、うん、胸椎の睾丸を伴ったものみたいな形で出てくるんですが、うんうん、多分もっといろいろあって、うん、私定義3つ用意させていただいてるんです、うん、1つはもちろん背中が丸まって、うん、こういう感じで丸々っていうイメージのもの、はい、で2つ目はですね、肩に注目するんですよ、うん、肩がですねこう前に来てる人っていいんですよね、私こう前に来てる、はい、で3つ目は今度首に注目します、うん、頸椎です。で頸椎が普通少し軽く湾曲、うん、まあ、こういうふうに少しこういう反りがありますけど、この反りがですね全くなくなっちゃうパターン、もしくは逆に反ってしまうパターンもあれば、うん、あとはもう反りすぎ反りすぎみたいな頸椎、うん、というパターンがあります。
か。やっぱりそれによって出てくる症状とか、うん、疾患とかもやっぱり変わってきますよね。うん、生まれつき、はい、そういうタイプと、はい、で何かの衝撃だとか運動することにそうなっちゃう、はい、これ2つやっぱりそっちもありますよね。ありますが、どちらかというと、うん、後天的っていうんですか。後天的、うん、作られたものの方がやっぱり多いです。うん、つまり後で、ね、そうですね。だけどやっぱり日常生活の習慣、うんうん、よく家族に似たりするじゃないですか、姿勢が。あ、そっくりですね。確かに遺伝子の要素も多分あるとは思うんですが、うん、多分同じ、うん、こうやってなんていうの、テーブルとか椅子とか使って生活していればやっぱりそうなってきちゃったりすることってありますよね。うんうんうん、じゃあやっぱ生活習慣から来る部分が非常に多いと。そうですね。もしよかったら、はい、ミシェルさんのチェックをしてほしいな。ひどいよ僕は。あ、喜んでた写真。あれです。それでは番組 MC 宮沢ミシェルが猫背矯正を実際に体験。何年ぶりだ。あ、気持ちいいね。これも気持ちいいじゃないですか。これこの膜がこれ気持ちいいんですよ、これね。適度な柔らかさがあって、はい、枕を選ぶポイントって硬さとかも重要なんですけど、うん、あとは寝返り打ちやすいかどうか。あ、はい、あ、柔らかいから順応するっていうことだ。ああ、ただね、最低限の硬さっていうのが必要なので、このカバーは実はすごい硬いんですよ。伸び縮みしないんですか。あ、本当だ。いきなり枕の話になっちゃったけど、はいはい、これいいですね。はい、腰に隙間が仰向けにした時にできるんですよ。でこの分だけちょっと本当は軽く寝心地が悪い時ってあるんですよね。はい、あります。なんでこの枕を入れてですね、ちょっと一回起きていただいて、はい、背中に入れて寝ていただきます。で人によってはね、ちょっと痛い時があるんですよ。姿勢が悪い人は結構痛かったりします。伸びてる、はい、伸びてるって感じですね。でもう少し伸びを増させるにはですね、万歳していただくんですよ。万歳、そう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 、うわーって感じ。そうするとこの横隔膜の腹筋とか腹筋もクーッて伸びるんで、こうやって伸ばすんだ。でこれでたった2分間ぐらい。2分間、はい。じゃあもう一回寝ていただいてよろしいですか。普通に寝ていただいて。それ包んじゃって もう指が入んなくなりましたね。ぴったりしちゃって背中がもう密着しているような感じですよね。ドーンとこう下に下がってますよね。はい、そうですね。やっぱ違いますか。分かります。全然違う。もうこの板にパッてこうくっついてる、はい、ベッドにね。もうこれだけ短い時間で毎日やれば変わるんだったらやった方がいいですよね。全然変わりますね。素晴らしい、はい、コメントなし。こういうことなんでしょうね。でもね、そうですね。これまで数多くの猫背矯正を行ってきた小林だが、その中でも特に印象に残っている出来事があったようだ。高校3年生の女の子がお母さんと一緒にいらっしゃったんですよ。でそういうシチュエーションって大体 あんまり良くないパターンなんです。良くないっていうのは、うん、あ、何か大変なことが起きてたんだなっていうのって僕だってやっぱり察するわけですよ。うん、その時いろいろ話聞いてみると、もう朝起きないでもう学校行かれないぐらいの調子が悪いんですか。そうです、調子が悪くて頭痛とかもうそのしょっちゅう起きて学校行けないぐらいの形だったんですね。で首触らせていただいた時にちょっと首も詰まってたりとか歪みとかあったんで、そこを調整したんですけど、やっぱり一番ネックだったのはやっぱり猫背だったんですよ。で僕はまあその時にお話しさせていただいたんです、うん、お母さんとその子に、うん、そもそもでもこれ姿勢を直さないと、うん、直さないよ、うんうん、だからそういう治療をしていこうってお話をさせていただいたら、まあ、意外な答えが返ってきて、私背が高いじゃないですかって、はい、で電車に乗ってても、うん、やっぱりすごい目立つんですって、うん、あ、なるほど、あ、気にするんだ。そうですね、女性で背高い子って気にする、ね、その子173センチあったんですよ。うん、目立ちますよね。うん、でだから目立たないようにこうやってやってたみたいなんです。へえ、うん、で正直それが一番やっぱり猫背矯正をもう本格的にやろうと思ったきっかけになったんですよ。うん、で、あ、そうですか。はい、でただやっぱ今ねすごい多い患者さんって、うん、まあ、確かに精神的に何かいろいろ持ってる方もいらっしゃるし、あとは
どこに行ってもなんか治らないという方も結構なんか猫背矯正に限らず集まってくるような形になってます。であともう一点は意外と多いのはお年寄りというのが60歳以上の方、少し腰が曲がったのが気になり始めたかなぐらいの、いやおられますよね、はい、そういう方が今多いですね、はい、現在日本施術マイスター養成協会の代表理事としてセミナーや講習を行っている小林だが、施術家の育成に力を入れるようになった経緯を改めて聞いた。正直な話、整骨院って一気に増えちゃったんで、育成する人が育ってなかったりとかしてたんですよ、うん、なんで本当にここが肝だよっていうことって教わってない人が結構いるんですね、うん、結構というのが多分僕が講師やってる中ではほとんどそんな形。あ、そうですか。どんなテクニックを学んでも、うん、ここ知らなかったら多分治療家として全然ダメだよっていうのか、耐性しないよっていうのか、効果出ないんだよっていう肝の部分を教わってないで、そのまま開業しちゃってる人とかも結構多かったんですね、っていうのは資格だけ取ってっていうことですか。そうですね、資格取ってなんかのセミナー出て、セミナーに出て学んだものをそのままやってるみたいなイメージだったんです。そもそも私はその抜本的なその改革みたいなことをもう少ししっかりやんなくちゃいけないんだなと思って協会を立ち上げて始めた次第なんですね。今後も自身が培った経験を生かし施術家の育成を行い、さらにその施術家たちが活躍できる環境を作ることを目標とする真の施術マイスター小林敦史。そんな男が日々心に留める格言とは。自分の格言としてですね、臥薪嘗胆という言葉が、臥薪嘗胆、臥薪嘗胆という言葉が、これもう結構前の話なんですけど、小学校6年生の時に初めてその臥薪嘗胆という言葉を社会の歴史の時間に知ったんですよね、あの日清戦争の後にみんなが臥薪嘗胆という言葉を掲げて、はい、もう人生の中でこう言っちゃうんですけど、失敗がほとんど、多分失敗が成功が1だったら失敗が10とか100とかあるかも、100まであるかもしれない、でもその1をつかむために多分そういう反骨心ってのがすごい重要なんじゃないかなと思って、それを肝に銘じてやってます。いやー、いいお言葉をいただきましたね、はい、勉強になります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。私は今までありとあらゆる相続の揉め事、いわゆる相続を見てきましたが、相続の準備を全くしてこなかったご家庭は必ずと言っていいほど何らかの問題が起きています。たとえお金持ちではなくても相続の準備をしていないと家族で揉めてしまうケースが本当に多いのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。家族に迷惑をかけたくなければ相続の準備は今すぐしなさい。この本を書いたのはファイナンシャルプランナー相続診断士の一橋香織さん。一橋さんに寄せられたこれまで一番多かった相続問題の相談を事例を交え基本知識を分かりやすく解説してくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。